はい、こんにちは。この子猫です。今日の一日一冊は、行く、行った、行ってしまったです。いやー、すごくいい本でした。ドイツの作家、ジェニー・エルペンペックが2015年に発表したこの小説、まあ。発売と同時にドイツ本国でベストセラーとなり、翌年、トーマス・マンションも受賞したとのことなんですが、まあ、私的にはこれ、日本人にすごく読んでほしいです。 難民を受け入れることもない、まあ、ほぼ単一民族で構成された島国において安寧の暮らしを享受している我々日本人です、まあ、この話難民の話です、まあ、5年前に妻を亡くし大学も定年退職した元学者のリハルト彼は一人悠々自適な生活を送りながらも暇を持て余していました そんな時彼は偶然近所の広場でデモをしていたアフリカの難民たちを見つけます、まあ、最初はちょっとした興味から彼らに話しかけたアリヒャルト、まあ、学者らしい持ち前の探求心と好奇心により難民について調べ始めたアリヒャルトはいつしか難民たちと深い絆を結んでいくという話文書内では難民の置かれた苦しい立場が記されています まあ難民は手続きをしないと受け入れ国で暮らすことはできませんし仕事に就くこともできませんしかしその手続きは複雑で簡単に理解できるものではないですし手続きのために役所に行くお金だってなかなか苦面できないんですもちろん受け入れ国だって精いっぱいやっていますまあ彼らに一時的に住む場所と毎月の生活費を提供しているのですからまあ難民をね受け入れていない我々日本人がとにかく言えることではありません しかし、それにしても難民の変えた状況は苦しいのです。まあ、ただこの話、暗いだけではないんです。もう暗いのですが、希望に満ちた明るい話なのです。まあ、その理由は、主人公リヒャルトに起因すると思うんです。いや、このね、リヒャルトさん、普通の人なんです。いや、学はあるけど、人間的には、どっちかというと、ちょっとダメなくらい。 まあ妻が存命中からずっと愛人がいたみたいだし、もう悪気はないんでしょうけど、知識をひけらかしちゃったりもする。でも、そんなプチダメおじさんリヒャルトが難民たちのために、決してたくさんじゃないけど、ちょっとずつできることをやっている。いや、それでね、いいんだと思うんです。まあ、困っている人全員を救うことはできない。でも、自分が無理なく手の届く範囲の人だけ救っていく。まあ、それで十分なんです。 そしてそれをやる人が少しずつ増えていけば、世界はきっとより良い方向に向かうんです。まあ、本書を読んでそう感じました。まあ、日本人にとっては馴染みのない、しかし世界にとってはもはや当たり前である難民問題。まあ、それに向き合うことができる一冊。行く、行った、行ってしまった。読んでいただければと思います。 このようにこのチャンネルでは毎日一冊おすすめ本を紹介していますので気に入ってくれた方はぜひ高評価やチャンネル登録、コメントいただけると嬉しいです。ではまた明日お会いしましょう。バイバイ